着いたね。その身に着いたぜ。とりあえずホテルというか民宿かに行って荷物預けてサンセットでも見に行きましょうか。はあ、ようやく今日泊まる宿が。あ、よろしくお願いします。イオンチさんに着きました。お部屋はこんな感じで、一人ね、4,400円。いいよね、安いしさ、うん、普通、うちら泊まれればいい子だもんね。なんだおめえは、ここオランチだ。誰だめ、何してらんねん。何がおらんちゃったって。もう侵入者だべ。何勝手に入ってきてらんねん。おらんちさ。怖っ、この年寄り。俺の部屋さ、おめえ。この年寄りやばいですよ。早く出てけ、おめえ。おめえだ。うち先に入ってきたんだ。帰れ、おめえ。お邪魔しました。さよなら。よし。ともみついて、スーパーでゲット。ね、これから。お酒を飲みながらサンセットを見れる場所まで歩いていきます。イエーイ、乾杯。うまい、美味しい。ぶどう割り。じゃあ歩いていきますか。行きましょう。ほら、かわいい。めっちゃかわいくない？プルメリア、こういうのって女子好きですよね。宿に着いて風呂に入ったんで、これからご飯を食べに行きます、ね、歩いて全然近いところに居酒屋さんいっぱいあるんで ね、ザマミはザマミは結構あの竹富島とかよりは栄えてますね、うん、居酒屋とかね、いっぱい結構あるよ ね、しかも歩いて行ける距離にあるし、ね、今日はこのラトゥークさんという居酒屋に決めましたね。結構おしゃれなね、感じのところだから、行ってみましょう。しかも決め手はカジキがある。ああ、カジキね、食べてみたいと思って。食べたことないもんね。ね。あ、すごい、もうこういう感じか。来ました、来ました。ザマミについて2杯目のオリオンビールで乾杯だ。ザマミに乾杯。やっぱ最高、美味しいね。今日はチャリウォークにまくった一日だったので、坂も登ってね、雨にも打たれ結構ハードな一日だったから、めっちゃ美味しいね、お酒。なんか旅はやっぱトラブルはつきものっていうけど、本当だな、まあ、それも旅の一部として楽しいからだ、醍醐味として。間違いなくめちゃくちゃ腹減ってるから、ね、
ンデムからルブバザー、うん、あのザマミだからとかじゃなくて安定のうまさ、いや逆にザマミのおろしポン酢から揚げだからうまいっていうのがあるかもしれません。まあ気分的な問題もあるかもね。うん、なんでビールと唐揚げってこんなに合うんだろうね。たまんねえな、最高。マジでこのカジキは超うまい。沖縄本島でもスキンダイビングしててカジキに遭遇するポイントあるみたいね。で、その沖縄のね、海系 YouTuber の方々がそうカジキの動画を撮っていました。こちらまだ見たことねえな。ね、見たいね、いつか。いや怖いけど。でも怖いよ。怖い怖い。だって、刺さってきたらどうしようとか思うもん。ね、でもあれなんか、刺さるためじゃなくて、あの弾くためのそのなんだって。魚をバーって弾いてあるし、刺すためじゃない。あ、刺すためじゃないんだ。でももしかしたら刺さる可能性もあるから怖い。てかもう不可抗力で刺さっちゃうよ。怖いわ。あっちが刺すつもりなくてもさ、多分刺さるよ、ね、距離感分かんなくて刺さるかもしれないし死ぬわ。来ました、これがザマミで採れた山桃の山桃酒、山桃ソーダ割りでございます。やっぱなんか現地で採れたものってなんかやっぱその場に来たら結構飲みたくなったり食べたくなったりとか、そうね、みんなすると思うんだけど、なんとなくなんだけどね、本当にね、なんかやっぱ その土地で採れたものとかって気になるよね。多分桃なんてどこで採れても関係ねえだろうと思うけど、ね、でもせっかく来たから ね、それは違うでしょう。現地の味をやっぱ楽しみたいと思ってお酒を頼んでみました。じゃあちょっと味見したいと思います。あの限りなく水に近いもの。あのイロハスの桃よりも薄い。こんな感じじゃない、きっと山下にきっと止まってるよ、この場合は。 ではリベンジャーズしてみましょう。こんな薄い桃頼んだやついる？いねえよな。多分そうだね、割りすぎた。もしくはザマミの桃がめちゃくちゃ薄味、そんな薄味の桃あるねえよな、ねえよな。ブラクラを捕まえて、ブラクラを捕まえて。歌詞が出てこない。そんなことはどうでもいいんだけど、とりあえずこのマグロのね、あの、なんだっけ、おかか揚げ、おかか揚げ食べてみよう。これ絶対うまい、絶対うまい。もう見た目が間違いない。やばいもん、やばい、うまい。なんだろうこれ、わさびっぽい味もする。そう、うん、じゃあ私も行ってみましょう。これがザマミの島時間か。明日がね、ちょっと残念ながらね、天気がすごい急に変わってちょっと雷雨になるかもしれないんですよ、ね、ちょっと海は絶望的な状況で、私船でまた新たな離島にね、アムロ島とか行こうかなって思ってたんですけど、明日は行かない方がいいかなと思って、まず古座間味ビーチにちょっと行って、ね、また帰りたいと思います、明日は。でも楽しい、やっぱり普通にこういうね、なんかその土地に来て、その土地を知って、その土地で遊ぶっていう、あ、そうそうそう、うん、なんか新たな発見があるしさ、なんかすごいドキドキワクワクのね、なんか天気はやっぱ、あれだったけど、俺はね、もう、ケラ間近に会えたことで、この旅はもう満足した。
見れたもんね、今日めっちゃ、うん、ではまた明日も撮影があるので今日はこの辺でバイバイ、ざまみからバイバイ。おはようございます。今日は予想外のドライブが迫っているので、もう早めに行動してちょっとふるざまみビーチで一泳ぎしたらもう10時で帰ろうと思います、ね。村営バスで移動することになりました。最初自転車で行こうとして、朝の8時半から開く自転車借りに行こうとしたんですけど、その、ね、お店の人がすごいいろいろ優しく教えてくれて、フェリーはなんか朝にも欠航とか決まるから、欠航が決まってない便は必ず出るって言ってて、私は欠航になるかも、途中でなるかもって思ってたんですよ。それが違って、なんかもう欠航の便は欠航、出るやつは必ず出るっていう感じだったので、それでバスが9時半のやつだったのでバスで行くことにしました。チャリだとあの上り坂がしんどいみたいなので、古座間美ビーチは結構なんか沖縄はどこもやっぱ坂があるから、うん、自転車が結構きついよ ねきついな。昨日も結構赤島で自転車がきつかったよね。きつかったな坂が、うん、でもよかった。しかもなんかちょっと今ね、まだ晴れてるから、天気予報ちょっと外れてるわ。Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea, that my heart is gone bad. うん、初めてのふるざまみビーチ、ね、着きました。これがふるざまみビーチ。遊泳企画はね、今タンゴを守るためにちょっとあるけど、まあでもね、いい感じね。まあゆるく楽しみましょう。どうだったでしょうか、一泊二日に及ぶ座間味赤島旅行。これを見て参考になれば嬉しいです。なんかうちらもわからないこととかあって、そういろいろ困ったりしたこともあったから、それをお伝えれたらいいなと思います。雨にも当たったりしたけど、総合的に今回まあ面白かったよね。うん、うん、やっぱいいよね島は。そう、島はいい。楽しい、なんかいろいろなことがあってワクワクドキドキでしたね。ね、座間味や赤島に行きたいと思ってる人はちょっと参考にしてくれたらなと思います。うん。
ぜひね、行ってみてください、うん、本当に綺麗だから、ねうん、ベストコンディションを狙って。あ、確かにね、それが一番だ、ね、うん、ではこの辺でマンツー。